完璧だぜ。待てよ、よいしょよいしょいいねいいねこの感じ、モダン2のインターベル 1v1 を思い出す。どっから来るんだい、どっから来るんだい、はそっちですね。いいよ、パーソナルレートつながったぜ、出しとこう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回はですね、コールオブデューティーモダンオフェアなんですけども、こちら 1v1 ミブローということで、ラストで繰り広げる 1v1 の戦い、そう1対1をですね、コールオブデューティーモダンオフェア2のラストのマップでプレイすることができるということで、スナイパーのねこの AX50 のカスタムクラスを使ってちょっと行っちゃおうかなと思っているんですけども、なるほどやっていきましょうか。チーですね、15キル選手かなって感じなんですけども、かなり熱い戦いになるんじゃないかなということで頑張っちゃいたいと思います。やっていきましょう。カスタム的にはこんな感じで機動性に特化してるんで、まあエイム速度とか移動速度が上がってますので、まあそれなりに駆け巡ってもいいんじゃねえかなと思っているんですけどもね。さあ多分こっちでリスポーンだと思うんですけども、いきなりどうだどうだ、センター来るか、ちらっと見えたような気がするね、今見えたね、来るよね、いいぜ。さあまずファーストブラッドはしっかり取っていくと、そして外周を基本的に取っていくような感じでいきたいんで、2回入るというよりかは周りからぐるぐると囲んでいきたい感じではある。こっちが来そうだな、多分敵もねいましたね、中心部を取ってくるという感じではなさそうなので、あー敵もスナイパーライフルか、これなるほど、スナイパー 1v1 とかす、行くしかない、デッドサイレンス、おっとうまいね、なかなか、やるじゃねえか、デッドサイレンスまだ残ってるぜ、来るでしょこっち、分かってるぜ、さあさあさあ盛り上がっていこうぜ、このままデッドサイレンスで延長でどんどん走っていきましょう。さあ足元消えてるから完璧だぜ、ちょっと待てよ、完璧だぜ、待てよ、よいしょよいしょいいねいいねこの感じ、モダン2のインターベル 1v1 を思い出す。どっから来るんだい、どっから来るんだい、はそっちですね、いいよ、パーソナルレートつながったぜ、出しとこう。さあ現在の点差4、5対1点差4、このまま行くしかない、裏取ってるぜこれ、冷静に冷静に行こうぜ。さあ UAV つながった、これでかいのでは、エアストライクまでつなげたいところですね、デッドサリー使って一気に距離詰めるぜ、多分こっちでしょこっちでしょ、待てよこっちでしょ、エイム速度が速いからな、近距離戦は強いぞ俺、おい行かしてもらおう、ふっ来るよね、どっか来る、はっいいね、ここで7点差のリード、あえてここでセンタートップを取っていくという大胆さに出る。おっとよいしょ、ちょっと待てよ、一旦登って待てよ、降りて抜く、デッドサイズ溜める、来るか、さすがにきついか、タックレーザーついてる敵、5mmW レーザーかタックレーザーついてるの、あれどっちの名前か忘れたけどな、だがしかししっかりここリベンジしていく、あと5キル、あと5キル、ちょっと UAV 使っていこうか、決めに行くぜ、おっとやるね、読んでたね今動き、バレてたか。さあもう少しでまたデッドサイズが溜まるが、こっちですね、いいぜ、バッチリ決めていく、そしてそっちにスポーンと、了解、すぐ押し寄せるぜ、よいしょ待てよよいしょ、いたねテテ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 テ、裏取り裏取り、待てよ早くね、移動速度早くね、早くね、腰打ちしていくあの距離は倒せるぜ、こっちだな、高台だぜ、ここでアクセントをつけていく、そしてこっちの奥からディスポンしてくるよね、下と上を使い分けていく、デッドサインに使ってラスト1キル決めていくぜ、よいしょーバッチ
っしりカットしていく。まず1試合目は15対4ということでなかなか良かったんじゃないでしょうか。もう1試合やっていきましょうか。さあファイナルキル見ていきましょう。でもいいね、こういう感じでスナイパーの 1v1 の試合になる可能性もあるんで、本当になんか感覚的にはコールオブデューティモダンウォーフェア2をプレイしているような感覚になりましたね。もう1試合いきましょう。さあということでやっていきましょう。第2試合目使っていくカスタムクラスは先ほどと同じでございます。よろしくお願いします。敵さん91レベルやってんね、なかなか強そうだな。まずは最初外周をすっかりとしっかりとするりと回って様子見していきたい。こっちじゃないっぽいな、こっちじゃない。ちょっと待てよ、これは距離を詰めてくるぞ。きっとこっちだな、読み合ってるぜ。こっからですね、敵 SMG っぽい感じなんで気をつけていきたいな。特に近距離戦距離を取ったらこっちのもんだとは思うんだが、まずはしっかりとどういう立ち回りをしてくるか様子見していきたいところである。ポップ取ってくるかな上、そこはまた怖いところではあるよね。いませんね、いたね。うまいとこ、おっとスナイパーライフに変わった。これはスナイパーライフル 1v1 とまた貸したか。デッドサイレンスがあるのでここは勢いよく動いていきたいところである。結構なんかあれですね、スナイパー 1v1 になる展開多いかもしれないわ、もしかしたらこれ。 1v1 ミーブローおもろいな、これスナイパーライフルバトルと貸す展開が多いぜ。さあ行きましょう、ちょっとここでトップ取っていくか、あえてここでアクセントをつけていく。どうだいどうだい、勢いよくいっちゃうよ。違うか、回ってったね、落ち着いていこう。おっとどこまで行く、どこまで行く、裏は通れてるっぽいけど、いやー結構走り回ってる、この展開むずいぞ。 OK しっかりと決めていく。でデッドサレッツからのこっちにスポッシングるんじゃないの、感覚的にはこっちなんですけどね。違うかい、どっちに流れた、がっつり奥引いたかなと思ったけど回り込まれていた。パーソナルレッドボーイ、さあ大胆に行かせてもらおうか。さあ正面での打ち合いで勝っちゃおう。時々上登ってアクセントつけていくみたいなプレーも必要だと思うんで、アクセントのつけ方っすよこれ。ラストはね高低差ありますからしっかりと利用していきたいところでありますが、敵登ってる可能性あるか、登ってはなさそうかい。デッドサイレンスどこら辺にいるかっすね。おっとそっち了解、こっちですね、当たったぞ。これはもう一回行かせてもらう。はっはー、 UAV つなげてここからのリロードせずに行っちゃうっていう、この流れのまま走っちゃうっていう。えそっちマジで今完全に正面から撃たれたと思ったんだけど、マジマジですかマジですか。さあ UAV 追加で現在4点差、この点差でかいよ。ここでアクセントつけていこう。いない、いたね、バレてはないか、うわ待て待て待て、おっとバレてるか、確実に一発ぶち当てていく。このまま行きましょう。でこっちリスポンしてる読み、残り30秒、待て結構試合時間もあれだね、テンポいいね。こっちから大胆に行く、こっちじゃないか、足音が聞こえたな気がしたが、おっと回って回って決めていきたい。あそうやばい、まだいけるまだいける、負けることはないと思うけど、オッケー決めていく。スッとよっしゃい、時間切れになってしまったが8対3ということで、でもあれだね、最初敵が使ってた武器はおそらくスナイパーライフルではないと思うんですけど、連続とか速かったんで、まあでもこのようにね2試合連続でスナイパーライフルバトルになったんで、結構ねこういう展開に発展することが多いかもしれませんね、たまたまかもしれませんが。ということで8キル3です、キルデス 2.67 ということで、まあなんかモダン2を思い出すような試合展開だったんで、マジで楽しみましたね。ということで今回はですね
この新モード 1V1 ミーブロー、ラストに繰り広げる 1V1 の戦いをプレイしてみました。でカスタムクラス的にはこんな感じですね。まあバレルは 17.0 でつけて、でストックはですねアームズアサシンつけて、でフォーカスつけて、ステッピン加工グリップでバイポート一応つけてましたということで、まあ、サーバーつかなくてスパーククイックフィックスハイアラートチューンアップステムテックススティームでプレイしてみました。ということでラストでのスナイパーバトル、少しでもナイスプレイと思っていただけたらチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。